笠井君。日本共産党の笠井彰です。北朝鮮は去る3月6日午前、日本海に向けて弾道ミサイル4発を発射をして、うち3発が日本の排他的経済水域に落ちました。北朝鮮の繰り返されるミサイル発射は、核開発と核兵器開発と不可分に結びついた、まさに軍事行動であり、国際の平和と安全に深刻な脅威を及ぼす行為であります。そしてそれは国連安保理決議、6者会合の共同声明、日朝平壌宣言に違反する暴挙と言わなければなりません。日本共産党は北朝鮮の行為を厳しく非難し抗議するものであります。そこで冒頭、改めて岸田大臣にこの問題に対する所見を伺っておきたいと思います。岸田外務大臣。委員ご指摘のように、今回の北朝鮮の弾道ミサイルの発射、これは累次の国連安保理決議、そして日朝平壌宣言に違反するものであると思いますし、6者会合共同声明の趣旨にも反するものであります。我が国としましては、この北朝鮮に対しまして厳重に抗議を行うとともに、最も強い表現で非難を行いました。そして併せて、我が国は米国韓国とも協力しながら、今月の国連安保理議長国であります英国に対しまして、この安保理緊急会合の開催を要請いたしました。おそらくニューヨーク時間で8日中には開催されるものであると思いますし、そしてそれに先立って、先ほど安保理としましても強いプレスステートメントを発出したという情報が入ってきました。要は国際社会とも協力しながら、北朝鮮に対しまして、この強いメッセージを発出していかなければならないということで、取り組みを続けているところであります。そして、関係国との関係においても、一昨日は日米、そして日韓の間で外相電話会談を行いましたし、昨日は日米首脳電話会談を行いました。そして6者会合の主席代表レベルにおいても、日米韓、さらには中国との間においても、意見交換、情報交換を行っているところであります。引き続きまして国際社会とも協力しながら、北朝鮮に対して厳しい対応を取っていきたい、このように考えます。笠井彰君。北朝鮮は自らの核兵器開発を自衛のための抑止力、核抑止力というふうにして正当化をしてきました。それと不可分に結びついて繰り返されるミサイル発射によって、この核武装化を進むということは、北朝鮮が国際的な批判と孤立をさらに深めて、そして彼ら自身にも未来のない道になっていくということは明らかだと思うんですけれども、この点で岸田大臣、どうでしょうか。岸田外務大臣。ぜひ国際社会が厳しい対応を取ることによって、北朝鮮のこうした核兵器国化というものは許されないんだということ、この核兵器国化と経済的な発展という両立ということはありえないんだということ、こういったことをしっかりと示していかなければならないと思います。我が国としましては、この核ミサイル、そして合わせて拉致問題というこの問題があり、こうした問題を包括的に解決しなければなりません。そういったことから、対話と圧力、これは両方が重要であるとは思いますが、こうした建設的な対話を行うためにも、まずは北朝鮮から、この核兵器国であることをこの諦める、非核兵器化に向けてのこの前向きなこの言動が示されることが重要であると認識をいたします。
まあ、そういう点で言いますと、今こそ国際社会が一致結束をして、この経済制裁を厳格に実施をして、この圧力を強めるということと一体に、外交交渉を通じて北朝鮮に非核化を迫って、核・ミサイル開発の手を縛って、その放棄に向かわせる、まあ、そういうことが極めて重要になってくると、いよいよ重要だということでよろしいんですね。岸田外務大臣。ご指摘のとおりだと認識をいたします。まあ、そこでいかにして北朝鮮の核・ミサイル開発をこの止めていくかということが肝心な点だと思います。まあ、この点でですね、安倍総理がこの日米首脳会談を受けた去る2月14日の衆議院の予算委員会で、注目する発言をされました。米国が、トランプ政権に代わってオバマ政権時代の戦略的忍耐から政策の変更について今議論している最中だというふうに安倍総理が答弁で言われたわけで、私たちはこのことに注目をしておりますが、まあ、岸田大臣はこの動きをどう見ておられるでしょうか。米国の動き。岸田外務大臣。はい、ご指摘のように米国はですね、あらゆる手段がテーブルの上にあるという、まあ、認識のもとで北朝鮮に対する政策について、今検討を続けていると、まあ、承知をしております。こうした米国の、まあ、取り組みについては、今後も、来日する、まあ、ティラソン、国務長官等々も、まあ、しっかりと意思疎通を図っていきたいと思いますし、いずれにせよこの米国のこの北朝鮮に対する政策対応については我が国自身米国としっかりすり合わせを行い意思疎通を行い、そして政策的にもすり合わせを行っていくということ、これは大変重要なことであると認識をいたします。笠井亮君。このオバマ政権が取ってきたこの戦略的忍耐というのは、北朝鮮に経済制裁を行う一方で、北朝鮮が非核化の意思を示さない限り、まあ、外交交渉には応じないという政策でありました。しかし現実には、この政策の下で、まあ、北朝鮮が核・ミサイル開発をどんどん進めてきたというのが、まあ、現実だったと。で、米政権がその政策変更について議論しているというのは、まあ、そうした従来の戦略的忍耐という政策のある意味破綻を認めるものだと思うんです。で、問題はこの変更するという政策の変更の方向がどっちにどういくかということだと思うんですね。で、一部にこの先制攻撃など軍事的選択肢が言われておりますけれども、そういう道は絶対に取るべきでないというふうに思うんですが、大臣いかがですか。岸田外務大臣。まあ、今日までの、国際社会の北朝鮮に対する、まあ、対応、累次の国連安保理決議に基づく制裁、あるいは、日米韓こうした関係国による、まあ、独自の措置、こうした措置に基づくさまざまな制裁は北朝鮮の厳しい経済状況を考えますときに、これは一定のこの効果があったと、我々は認識をしております。まあ、その上で、今後の北朝鮮の、まあ、状況について、まあ、注視していかなければなりませんが、まずはこうした制裁措置の実効性をしっかり、まあ、高めて、いき、そして北朝鮮の反応を見た上で今後を考えていかなければなりません。そしてこの米国政府内で対北朝鮮政策について見直しが行われているということを承知をしておりますが、この検討状況について今の段階で我が国の立場から何か申し上げるのは控えなければならない、申し上げる立場にないとこのように考えます。いずれにせよ米国との政策的なすり合わせは重要であると考えます。しっかり意思疎通を図ってまいります。浅井君。まあ、言う立場にないと今言われたわけですが、この戦略的忍耐の見直しの際にですね、例えばマティス米国防長官はすべての選択肢を、まあ、テーブルの上に載せていると、まあ、いうふうに言われていると、その中には
軍事教育の行使のオプションもあれば、外交的な解決のオプションもあると思うんですけれども、軍事のオプションを取れば、これ、軍事対軍事の最悪の悪循環に陥るだけで、そんな道を絶対取っちゃいけないと思うんですね。で、ならば外交的解決しかないということになります。日本政府として、米国が北朝鮮に対して、経済制裁の厳格な実施強化を図りながら、従来の戦略的忍耐の方針を転換して、外交交渉で非核化を迫るという方針を取るように、むしろ積極的に日本政府が働きかけるべきではないかと思うんですが、大臣、どうですか。岸田外務大臣。先ほど申し上げましたように、米国の対北朝鮮政策の見直しについて、申し上げる立場にはないと思いますが、東アジア、そしてアジア太平洋地域におけるこの米国の抑止力というのは大変重要であると認識をいたします。そういった観点から、米国ともしっかりと意思疎通を図っていきたいと考えます。佐江君。問題は、この問題の冒頭にも申し上げたとおり、北朝鮮の核ミサイル開発をどう止めていくかということであります。そういう点では、北朝鮮と外交交渉の中で非核化を迫ると、経済制裁の圧力と一体になって、核ミサイル開発の手を縛って放棄に向かわせると、でその方向で国際社会が新しい方向に進むように、日本政府が正面から働きかけるべきだということを重ねて強調したいと思います。同時に岸田大臣、この問題はより根本的には、今こそ国際社会が本気になって、核兵器のない世界を実現するための具体的な行動に取り組むことが、いよいよ重要になっているというふうに考えるんですけれども、日本政府としてはどういう決意と方針で、そういう点では核兵器ない世界に目指していくと、こういう問題に関連して、考えておられるか、大臣、いかがですか。岸田外務大臣。我が国をこの核兵器のない世界を目指すための基本的な立場ですが、核兵器の非人道性に対する正確な認識と、厳しい安全保障環境に対する正確、失礼、とに対する冷静な認識、こうした2つの認識に基づいて、核兵器国と非核兵器国の協力のもとに、現実的実践的な取り組みを進めていく、これが基本的な立場であります。こうした立場に基づいて、我が国として核兵器のない世界 に向けて、努力を続けていきたい、このように考えます。笠井君。国連総会は昨年2016年の12月23日に核兵器禁止条約の締結交渉を開始するということでの決議をですね、賛成113カ国という圧倒的多数で採択をいたしました。で、これによって、核兵器を禁止して、その全面廃絶につながるよう、法的拘束力のある文書、核兵器禁止条約の交渉が、市民社会、反核平和運動の参加も得て、今年2017年の3月と6月から7月にかけて、国連本部で開催されるということになったわけであります。我が党は核兵器のない世界への扉を開く画期的な動きとして、心から歓迎するものありますし、私自身も被爆二世として、ようやくここまで来たかと、70数年経ってということで、本当に被爆者とともに歓迎を持って、歓迎しているところであります。北朝鮮に核ミサイル開発の放棄を迫る上でも、私はこの会議の成功というのが、いよいよ重要になっていると思います。そこで岸田大臣に伺いますが、去る2月16日に、この交渉会議を準備する組織会合が開催をされましたが、なぜ日本は欠席したんでしょうか。3月の交渉会議には出席することにしたんでしょうか。いかがですか。岸田外務大臣。まずご指摘の昨年12月23日の決議につきましては、我が国は、厳しい安全保障環境に対する認識、さらには核兵器国と非核兵器国の協力を促していく、こういった観点から問題があると
考え、決議には反対をいたしました。この我が国の立場は、この決議に北朝鮮は賛成をした。そして、このドイツですとかオーストラリアですとか、従来から我が国とともに非核兵器国として核兵器のない世界に向けて努力をしてきた、こうした中道の非核兵器国がすべて反対をした。そして核兵器国も一国たりとも賛成しなかった。こういった各国の投票行動から見ましても、我が国の判断は妥当であったと考えています。ただおっしゃるように、結果として決議は採択をされました。そして今月末からこの交渉が始まることになります。そしてご質問は、その組織会合、すなわち準備会合に我が国はなぜ出席をしなかったのか、そして結果的に3月末の交渉に参加するのかということでありますが、我が国としましては、今申し上げましたこの交渉のありようについて、この今後どんな方式で交渉が行われるのか、そしてどんな環境で議論が行われるのか、そして我が国としてしっかりとした我が国の立場を主張することができるのかどうか、こういったことについてしっかりと確認をした上で、政府としての対応を決定していかなければならないと思っております。まだその対応がしっかり決定しておりませんので、組織会合については出席を見合わせましたが、組織会合の内容につきましてはしっかりと状況を把握しているところでありますし、その情報も含めてこの交渉のありようについてしっかり確認をした上で、政府として責任ある対応を決定していきたい、このように考えています。笠井君。ある意味画期的な国連総会決議に反対をしたということで、今大臣からそのことがあったんですが、私はこれは被爆国としては、唯一の戦争被爆国としては極めて恥ずべき投票態度だったと思いますし、他の同盟国のことを言われましたが、他の同盟国とも違って日本は被爆国なわけですから、同じ態度を取ったということで、それは合理がとてもできないということは言っておきたいと思います。そしてこの準備会合についてのことで、組織会合についてですが、今大臣がどんな方式で、そしてどんな環境で、この交渉会議が開かれるか、それから日本の主張がこう主張できるのかということで、それを確認が必要だったという話があったんですが、じゃあ伺いますけれども、情報収集して、交渉会議の参加の可否を判断するということで、今言われたわけですが、この2月16日の組織会合、準備会合は、どういう結果だったのか、そして必要な反対材料を得られたのか、何が得られてないのか、その点、いかがですか。委員長。岸田外務大臣。2月の組織会合につきましては、今月末から始まる交渉会議に関して、議長としてコスタリカ・ジュネーブ代表部大使を選出し、そして交渉会議において NGO に発言の機会を与える、こうした点についていくつか合意がありました。一方、この手続き規則案については意思決定方式等に関して合意に至らず、引き続き会議開始まで非公式協議が続けられることになった、このように承知をしております。引き続きまして、その会議がどのような方式環境で行われるのか、しっかり情報収集をし確認を続けていきたいと考えています。笠井君。岸田大臣は昨年の国連総会決議が採択されたときに、交渉には日本政府として参加すべきだというふうに発言をされました。昨年12月7日の参議院の拉致問題等特別委員会でも、我が党の武田議員の質問に対してこう答弁されております。来年3月には核兵器禁止条約の交渉がスタートすることになると。この議論が始まったならば、我が国としまして唯一の戦争被爆国として核兵器国と非核兵器国の協力をしっかりと促していく立場から堂々と議論に参加すべきであると私は考えます。堂々と参加すると。
こういうふうに明確に述べておられたわけですが、その立場はもう今変わってしまったんですか。委員長。岸田外務大臣。立場は変わっておりません。我が国は、この核兵器の非人道性に対する正確な認識と、厳しい安全保障環境に対する冷静な認識、この2つの認識を大事にしながら、核兵器国と非核兵器国の協力のもとに現実的実践的な取り組みを進めていく、これがこの基本的な方針です。この方針に基づいて主張すべきことは主張すべきだというふうに考えています。核兵器、現実に核兵器を持っているのは核兵器国です。核兵器国の協力なくして結果を得ることはできない。一方的なこの議論で、この核兵器国のこの参画なくして、この結果を出すことはできない。こうした考え方について、しっかりと訴えていくべきであると私は思っていますが、こうした議論が行えるのかどうかなど、さまざまなこの議論の方式、環境について確認をした上でなければ、政府として責任ある対応を判断することはできない、そのための情報を収集を続けていく、こういったことを申し上げている次第であります。笠井君。参加の条件や議論の状況について確認が必要だと言われましたが、具体的に何が確認されなければならないというふうに考えていますか。委員長。岸田外務大臣。唯一の戦争被爆国としては、核兵器国と非核兵器国のこの協力を促していくことが大変重要であると思いますし、それこそ我が国の立場であると思います。そういった観点から我が国は今後ともこの議論をリードしていかなければならないと思います。その我が国の立場にこのふさわしいこの議論の環境なのかということについてしっかりと確認を今しているところであります。笠井君。核兵器禁止条約の交渉会議を招集した国連総会決議が、本文の第2項で、パラグラフ2のところで歓迎するというふうに、している、作業部会、OEWG の報告書ですね、昨年8月19日の中には、B ということで、核兵器のない世界の達成と維持のために、締結が求められる具体的かつ効果的な法的措置、法的条項及び規範ということで、多様なアプローチが列挙されております。一つは、いわゆる禁止先行型の核兵器禁止条約、さらに、包括的な核兵器禁止条約、三つ目には、核兵器禁止枠組み条約、そしてその上で、さらに、前進的、段階的アプローチなどが列挙されているわけでありますが、こうした最終報告、作業部会の最終報告に基づいて、国連総会決議が出されているわけでありますけれども、そうしたこの作業部会で言われているような多様なアプローチを土台にして、あるいはそれを含めて、交渉会議では議論がされるということになるんじゃないですか。岸田大臣。昨年末に採択されたこの、こうした核兵器禁止条約交渉の交渉を開始する決議ですが、その中においては、同会議の目的は、核兵器を禁止する法的拘束力のある文書を交渉することとであり、そしてそれがこの核兵器の完全廃絶につながる、このように記されています。一方、ご指摘 の作業部会の報告書、この OEWG のこの報告書ですが、これは同作業部会の場において議論された核兵器の廃絶に向けたさまざまな具体的なアプローチが取り上げられている、こうした経緯については承知をしております。その上で、今後の3月27日から始まります
この交渉においてどんな交渉が行われるのか、この辺につこの環境や方式につきまして情報収集を続けているところであります。ぜひそのしっかりとした判断をするためにも情報収集を行い、政府として責任ある決定を行いたいと思っています。笠井君。このさまざまなアプローチの中では、日本政府が主張してきたようなことも含めたいろんな形で土台こう列挙されているわけですから、そこに行っていろいろ議論するというのは当然何も不思議な、なんていうかできないことではないし、むしろそういう流れで来ているんだと私は思います。国連総会の決議には第9項本文ですが、パラグラフの9ですが、すべての加盟国に対してこの会議に参加するように奨励するというふうにしておって、第12項パラグラフ12で会議の参加国に対して核兵器を禁止し、それらの全面的廃棄に導く法的拘束力のある文書をできるだけ早く締結するために最善の努力を尽くすよう呼びかけるとしております。でこの決議に先ほど大臣言われて日本政府が反対をしたと、まさにアメリカの圧力の下でそういう態度を取ったということでありますけれども、唯一の戦争被爆国にあるまじき態度を取ったことに、国民そしてとりわけ被爆者からも厳しい批判の声が上がっているのは当然だと思うんです。で先ほどから大臣は繰り返し言われます、核兵器国の協力なくして結果を出せないんだというふうに言われるけれども、じゃあその核兵器国はどういう態度を核問題について取っているか、そしてこの、交渉会議をめぐって、態度を取っているかというと、米英仏ロ中ですね、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国のいわゆる P5 核保有5大国は昨年9月に国連総会前にした会合をワシントンで開いて、段階的アプローチ、ステップバイステップが核軍縮に向けて前進する唯一の選択肢と主張して、核兵器禁止条約に背を向ける態度を表明しているわけです。そしてトランプ大統領は、アメリカ大統領は、むしろ公然と核戦略を強化するというふうに述べていると。で、そういう核保有国、核兵器国と協力して、どんな結果が出せると。協力しなきゃ結果出せないって言われるけど、どういう結果が核兵器ない世界に向けて出せるんでしょうか。岸田外務大臣。核兵器国に対する働きかけですが、先ほど申し上げました基本的な立場に基づいて、我が国は具体的な働きかけを行っています。NPT 体制を重視し、そして CTBT の早期発効に向けて、今現在、我が国はカザフスタンとともに、この共同議長国として、この調整国の役割を果たしています。FMCT につきましても、先日、ハイレベル専門家会議、25カ国が選定されましたが、我が国もその一国に選ばれ、この議論をリードしています。そして NPDI におきましても、この核兵器国と非核兵器国の協力の基本は、土台は核兵器の透明性であるということで、核兵器国に対しまして、この核兵器保有の実態を明らかにするということで、基本的なこの基本となる書類も、書類のひな形も作成して、働きかけを行っているわけでありますし、この核兵器国の核軍縮へのの取り組みは、米ロだけではなくして、他の核兵器国にも拡大するべきである、こういった働きかけを行っています。こういった取り組みをに基づいて、核兵器国のこの協力をしっかり得ることによって、結果に結びつけていきたい。我が国としては、そういった方針を取っておりますし、こういった方針を訴えている、これが我が国の立場であります。笠井君。今段階的アプローチということなんでしょうけど、今大臣が言われた CTBT の早期発行の問題とか、それから FMCT の早期交渉会議、これを開始に向けてずっと努力してるんだと、核兵器国とも話してやってるんだと言われるけれども、結局ずっとそれ前進進まないわけですよね。発行しないわけですよね。もう長い期間にわたって交渉も進まないという状況になっている。
結局のところ核兵器保有国、核兵器国が核兵器にしがみつくと、むしろ強化するという態度を取り続けている。で、そこのところ変えないと、結局部分的措置だって前進しないということになってきている。やはりすべてをなくしていくということで、この全世界でなくそうという、まさにそういう点での合意作っていくことない限り、部分的措置も前進をしないということだと思うんですよ。2月16日の準備会合、組織会合でも、ASEAN を代表して、タイの代表が発言をしておりますけれども、核兵器が存在する限り脅威をもたらすと、核兵器が使われない唯一の保障というのは、完全な廃絶だと、こういう立場に立つというふうに、核兵器、被爆国である日本が先頭に立って、核兵器国に対して物を言っていくと、そうしない限り事態が打開できないということにしてなっていることは明らかだと思うんですね。核兵器国と非核兵器国の間の亀裂を一層深めるということで、国連総会決議に日本は反対したと、国会でも答弁で総理先頭に言われておりますけれども、現に開かれる交渉会議、反対賛成あったにしたって、そういう形で核兵器を法的に拘束力を持って禁止しようということで交渉するという会議が開かれることになった。それに対して、それを欠席したり、あるいは出席して、条約の一日も早い締結に反対をするということになれば、出席する非核兵器国から猛反発を食らうと、被爆国が一層亀裂を深めるという先頭に立つということになるんじゃないですか。そういう点でいうと、私は岸田大臣に強く問いたいと思うんですが、戦後70年余りの外交交渉の歴史を見たときに、核軍縮の部分措置をいくら積み重ねても、核兵器のない世界に到達しえないことは、もう事実をもって証明されていると。段階的アプローチというのは、核兵器を永久に先送りする、核兵器にしがみつく最悪の議論だと思うんです。そういう点で、その点をしっかりと切り替えると、今こそ日本政府がそういう決断をして、交渉に参加をして、むしろ法的拘束力を与える条約を作るためにリードすると、そういう役割こそ発揮すべきだと思うんですが、どうですか。岸田大臣。私はですね、NPT、あるいは CTPT、FMCT、NPDI、こうしたですね、この取り組みは引き続きこれからも大変重要であると考えます。この取り組みはこれからも続けていかなければならない、このように思います。そして、この今日、この具体的な結果が出ない、この最大の要因こそですね、これは核兵器国と非核兵器国の亀裂が大きくなっている、このことであると私は認識をしております。一昨年、5年に一度開かれた、この NPT 運用検討会議においても、成果文書すらできず、このまとめることができなかった、それほどこの今、核兵器国と非核兵器国の対立は深刻な状況にあります。この状況について、なんとかしなければ、これ結果を出すことはできないと強く思っています。そしてそのために汗をかくことこそ、唯一の戦争被爆国としての立場ではないか、このように思います。この深刻な状況の中で、ますます核兵器国と非核兵器国が乖離してしまうというようなことはあってはならない、まあ、こういったことで具体的な取り組みを、この進めていく、これこそ唯一戦争被爆国としての我が国の立場であると、確信をしております。この考え方に基づいて、具体的にどう我が国は振る舞うべきなのか、真剣に考えていきたい、このように考えます。笠井君。CTBT、FNCT ということで、部分的措置、私は大事だと思っています。しかし、本当にじゃあ、なぜ進まないのかということで言うと、それは亀裂、核兵器国と非核兵器国の亀裂、これが広がったり起こっていることが問題っていうんじゃなくてですね、そこが原因じゃないですよ。だって、非核保有国、非、核兵器国の方は、核兵器をなくそうと、そして、核実験の全面禁止も、包括的核実験の禁止も、ちゃんとやろうと、ずっと言い続けてるわけですよね。NPT の会合だってそうです。ずっと5年ごとにやられてきて、私も2005年、2010年行ってきました。そしてそういう形で、いろいろ議論して、合意をしたってこともあれば、またアメリカ先頭にして、その合意を崩すような動きをするっていうことで、そういうやり取りになってて、
非核兵器国の方は核兵器なくそうじゃないかと、核兵器ない世界を作っていこうじゃないかとずっと言っているに対して、アメリカ先頭に核兵器5大国そうですが、それそうじゃなくて核兵器は持ち続けると、で特にアメリカのトランプ大統領は使用も辞さないという立場まで取るわけですよね。そしてそういう戦略まで見直していこうということを言っていくと、さらにやっていこうということを言っているという状況ですから、誰がじゃあ進めてないか妨害しているかというのは明らかじゃないですか。そこのところしっかりと核兵器問題で一番被爆の原点に立って、それこそ国連の1号決議、それ以来ですね、あの時には、1946年1月24日ですけれども、全会一致で採択したわけですね、第1回国連総会で。核兵器の禁止というのを確認したわけですから、そういう原点を一番大事にするのが被爆国、日本政府でなければならないわけですから、日本の役割というのはおのずとはっきりするんじゃないですか。これだけ大事なタイミングです。戦後72年目にここまで話が進んできたっていうことがいろいろあったって会議開かれることになったわけです、国連の下で。ここを本当に大事にするのが日本政府じゃないですか。それに対して条件がどれぐらい整ってるかとか、いろんなことを言われながら、結局参加するかどうかもまだ決めない。そして参加して、むしろきちっと禁止のためにリードするという態度も取られない。これは本当に情けないことだと思いますよ。ここはしっかり改めるべきだと。大臣、改めてそのことを問いたいと思います。岸田外務大臣。非核兵器国の、高い理想、これはもう大変尊い、と私も思います。ただ一方で、核兵器国の、実際に核兵器を持っている核兵器国の協力なくして結果ができないと、結果を出すことができない。このことも、この4年余り外務大臣をやりながら強く感じてきたところであります。よってこの両者の橋渡し役こそ唯一の戦争被爆国として重要であると認識をしております。先ほど申し上げました2つの認識のもとに、核兵器国と非核兵器国の協力を得、そして現実的実践的な取り組みを行うという我が国の立場を盛り込んだ決議は、昨年今議論になっております核兵器禁止条約交渉 を開始するという中身のこの決議と合わせて、国連で採択をされました。この問題、今ご指摘のこの決議については賛成113というご指摘がありましたが、我が国の立場に基づいて作った決議はアメリカにも共同提案国になってもらい、合わせて160を超える多くの国から賛成を得ています。我が国の基本的な立場に基づいた決議がこれだけ多くのこの国々から支持をされているということを考えましても、我が国の立場はこれからも大事にしていかなければならない。その立場に立って具体的にどうあるべきなのか、唯一の戦争被爆国としてしっかりとした責任を果たすためにはどうしたらいいか、こういった観点からこれからも努力を続けていきたい、このように考えます。笠井君。今ですね、非核兵器国が掲げる主張というのは高い理想で尊いという話を言われましたが、理想として高くて尊いというのはもちろんですけれども、しかし何よりもですね、二度と核兵器の惨禍を繰り返させてはいけないと、まさにそういう国々が広島長崎の原点、そして被爆者の訴えも受け止めながら国際社会の中で主張もし議論もしやってきたという中でできたもので、そして大臣が先ほどから言われますけれども、安全保障環境とか言われるけれども、だったらそういう点で北朝鮮の核ミサイル開発だって本当に止めるためにどうするかと、外交努力が必要と、同時により根本的にはこの地球上から核兵器なくすということが本当に必要だというときに立ったときに、まさにそれは理想だとかあるいは尊いというふうに言うにとどまらず、現実の課題として喫緊の緊急課題だという位置づけが本当に必要なんじゃないでしょうか。そして日本政府が決議を前この間上げて提案してきたと、で、この113カ国より賛成多かったと、被爆国が提案した決議多くの人賛成するでしょう。しかしじゃあその決議に基づいて核兵器がなくなるということで CTBT にしても、そういう部分措置についても、あるいは核兵器の禁止ということに関しても、あるいは核兵器廃絶ない世界に対しても、
どれだけじゃあこの間進んだかといえば、進んでないわけでしょ。その決議で進んだんだったら、もっと自慢していいですけどね。本当にだから今どうしたらいいかということを真剣に考えるというのが、国際社会の今本当に共通してやらなきゃいけないところで、そういう点で、今まさに目の前に国連が主催するそういう会議が開かれるわけですから、これを重視しない手はないというふうに思います。そして日本政府でいうと、核兵器国と核保有国、核兵器国と非核兵器国の間の橋渡しとか、あるいはこの亀裂を生まないようにしてっていうふうなことを言われますけれども、日本政府自身がまさにそういう点で核問題で言えば、米国の核の傘に頼っているわけですね、核抑止に。ですからこういう歴史的な会議でも、核被爆国にふさわしい役割発揮できずに、世界からは核兵器国と同様の側の態度を取っているというふうに見られてくるしまうことになると思うんです。現実に交渉が開かれるようになった以上、被爆国政府として、私はしっかりと出席をして、さまざまなアプローチ、作業部会以来、それが議論されてきて積み上げがある、その最終報告もあって、その上に立って、国連の総会の決議があり、今度交渉会議が開かれるわけですから、その場でさまざまなアプローチについて、じゃあ出ているけれども、どうしようかということで議論が当然出るわけですから、それに真摯に耳を傾けて、そして日本、被爆国、日本の政府としては、被爆の実相も積極的に語ると、被爆者の発言の機会もしっかりとそこで確保するということをやりながら、今回の会議が核兵器禁止条約の一日も早い締結に向けて、具体的な成果を上げるように、力を尽くすべきだと、重ねてそのことを大臣に求めたいと思うんですが、いかがですか。岸田大臣、核兵器のない世界を目指すという、課題に向けては、さまざまなこの議論があり、アプローチがあると承知をしています。しかしながら、現実にこの核兵器のない世界を目指すにあたっては、我が国の現実的かつ実践的な取り組みこそ最短の道であると確信をしています。その最短の道において、具体的な結果を出すために、我が国は具体的なこの努力をしなければなりません。そういった観点から、さまざまな課題についても、具体的な行動を決定していきたいと考えます。浅井君。広島、長崎への原爆投下から72年目、先ほど申し上げましたけれども、ここまで前向きの国際社会の、そして国連の場での激動が起こったのも、核兵器のない世界を目指す諸国政府、世界の反核平和運動、市民社会の運動、そして被爆者を、何よりも被爆者を先頭にした日本の原子爆禁止運動が一貫して、被爆の実相を訴えて、そして核兵器の非人道性、残虐性を告発して、核兵器全面禁止、そして廃絶を求めてきたからだと思います。そしてそういう運動の中で、日本政府だって、私もかつて麻生外務大臣に、被爆の実相をどう広げるのか、パンフレットを作ったときに、もっと分かりやすいような形で、被爆者の訴えや、そしてあの時確か漫画とかっていう話もあったのかもしれませんが、そういうイラストも含めてということで、大いに知恵を出してやっていこうじゃないかと言って、大臣も当時、大いに取り入れてやりましたということで言われましたけれども、そういう努力があったからだと思うんです。核兵器禁止条約を仮に最初は核兵器国が拒否したとしても、国連加盟国の多数が参加して、条約が締結されれば、核兵器は人類史上初めて違法化されることになると、NPT でいうと、核兵器は合法という上に立って、同不拡散という議論で枠組みでしたけれども、今度、禁止条約できれば、初めて違法化されるという、核兵器違法化されることになると。あらゆる兵器の中で、最も残虐な兵器、核兵器に、そういう意味では悪の烙印を押すということにもなります。そうなれば、核兵器国は法的拘束は受けなくても、政治的、道義的拘束を受けて、そして核兵器廃絶に向けた世界を向けてですね、世界は新しい段階に入っていくということになると思うんです。それこそ私は一番の最短の道だと、核兵器ない世界に向けての。そのことを改めて強調して、引き続きこの問題、議論をし、質問していきたいと思います。終わります。